誰も下行ってないこれ。ああ。よし、続きやりましょう。やろう。はい。はい。行くぜ。スタート。さあ、どうでしょうか。さあさあさあ。クルーメイト。あー最後もクルーだ。クルーまたかい。まあ、タスク行いますよ。あなたのロールはクルーなんですから。おおなんかこっちに一本ね。これやるかじゃあ。まあ。これやるか。持って。何？なんかゴミ箱取れないんですけど。なんか、おいー！ちょっと待って。貝を取るというのは非常に僕らしいですね。振り切れてない。振り切れたー。いやー、武蔵さんうめえ。大変なんだけど、ね、すごい瞬気ね、了解。まさかまさかまさか早い早い早いナイスボタンだったりしない。え、これ初動で絞りたくないですか。確かに乾どこ行ったか見てる方います。見てねー見てねー分かんないな。じゃあ分かった、鶴崎は隠しろ、これです。了解。ドロップシップの方に行っていて、まあ互いに見ていると。今回のには関与してないです。はい。僕は最初に上の、マシュマロ取って焼き終わったところで、押されたというところで、で、最後押される瞬間に川上がちょうど隣にいて、殺して戻ってきて真ん中に来るっていうのは結構時間的に難しいんじゃないかなと思ったんで、川上指導だと主張をしておきます。あ、どこで死んでるか分かんないどこで死んでるか分かんないから。あ、まあまあそうか、無理だよ。あ、ごめん。まあ、京平さんはルート的に僕被ってたんで、まあもう殺したのはなさそうだな。今日どこで被ったん？京平さん左に。ラッシュゾーンで最後、最終一緒だった。ラッシュゾーン、うん。それで言うと僕は直井くんが最後砂遊びしてるのを見ながらボタンを押していたので、直井くんはなんかキルクール的にもなんかちょっと厳しそうかなみたいな。まあ直井さんもなんかそうですね、砂貝殻探しみたいなしました。なんか、はい、となると V テンダーがおんちゃんかな。ここがカフェティリアでゴミを拾ってるやつ。ああ、うん。書店右行ってたのっていつも誰でしたっけ？菅井さんと鶴崎さんですか？そう、まあ右上だね、確かに。右上。ミニコースターが2人で行動してると踏むんですよね、そのこの理論。スガイツル先で行ってたら、その犬くん殺してそのままみたいなのは、まあ、なくはないかなぐらいだと思ってます。それはそう。それはそう。さすがにスキップっぽいのと、ここで白っぽい人間は別にインポスターではないということではないという理由が必要。それしかやってないから。承知。有益。今の有益情報。なんかこの殺意の高さ、鶴崎さんっぽいんだよな。さて殺意がねあるとね、タスクが全部終わんないんですね。でそうするとタスクを全部終わらせて監視するよりも、まあタスクを捨てて監視した方がいいんじゃないかみたいなね。なんか菅井さんついてきたんだ。5キロぐらいなんだけど、でも普通だったら1個20ずつで、いやそろそろボタン押す、そろそろボタン押す、俺はここで欲張らないよと思う。やばい、会える、おら、どうや。オーケー。オーケー。ナイス。ちなみに、さっきの乾はどっちに行ったのか結局誰も分かんないのか。じゃあ武蔵が殺して死体消しボタン。あ、まあ、まあ、全然あるけど。確かに俺初動で死んでないからな。てかその武蔵の目撃情報もないんよな結局。スプラッシュゾーンのゴミ箱やってボタン押すかっつって戻ってきて、でそこで砂遊びしてる直井くんを観測しながらボタン押したって感じです。なんでミーティングルームって言ってる人いませんでしょ。ああ、武蔵さん通った気もするな。門と誰か一緒にいたこと？京平さん。ああ、一番最初は門くんと言いました。武蔵さんとすれ違った気もしなくもない。時間やばい。だからまあまあ過ぎて。ちょっと仲間欲しいよ。もっとキルしていいんだよ、もう一人ぐらいは。キルしてくれよ、ゴン。俺はタスクやるんだけどよ。ゴンの行動を応援
えないんだけどよ。真ん中ね。飛び。強兵見た。ああ、まだだった。強兵がいた。かわいそう。かわいそうすぎる、マジで。本当に。石だ。え保管庫で見つけたんですけど、何が起きたかを説明すると、保管庫の下の、ウォーターサーバーを僕が交換していたんです、ね、はい、で交換するちょっと前に武蔵さんが保管庫に同じく行ったんですが、隣のキノコの壁が閉まってたんですね、はい、で一体どういうことなんだろうと思いながらウォーターサーバーを交換し終わってまた見てみると死んでいて、はい、誰かが壁を閉じて武蔵さんを閉じ込めた状態でスライダーを下ってきて殺した後は登った人だと思われますね。なんだっけ、なんかこう穴みたいなのってそこないんだよ。確かに弁当があるの保管庫の中にはないっぽい。見てか、そんなことありえます。だってその開始直後からそのスライダーの上側にもともといて、そこからスライダーで降りてきて殺して戻るとか可能なんですか。入った時に後から来たのかな、うん、それで言うとカフェテリアで棒を拾ってたんですけど、はい、その直後に強兵が保管庫の方に歩いていくのは見たんですけど、カフェテリアで捨てちゃいましたね。みんなの場所右側に行ったぐらい言おうと思ったら投票スキップの時間になってしまう。やばい、いやちょっとこれはちょっと精査したいね。強兵行ってたよな、ちょい怪しいけど、釣るほどじゃないのかな。こういうの釣った、いや微妙ですよね、これ釣るの。メルトダウン、やばいやばい、行くか。あ、これ下から行けるのか。うーん、もう一回行きたいね、まあ、一応人行きます。誰もいねー、ワロさん頼むよ。マジ誰も行ってない。あ、誰も行ってないよ、やばいね。危な、なんで誰も行かない、なんで誰も行かない。これはやばい、誠にやばい。最後原子炉行ったの誰ですか。川上直井と、もう一人誰だ。はい、僕も最後いました。うさきさんか、うさきさんどこに。俺今一番左端の桟橋で釣りをしてるんだけど、これ信じてもらえなくていいから、俺と誰かのローラーとかでいいから一人釣んなきゃいけない。強兵先に釣って俺釣るとかじゃダメかな。強兵さん今どこにいるんですか。いや僕も最後原子炉なんで、そのサボタージュ解除しようとしたところで原子炉ってか、まあそもそもどういう状況かというと、僕がその通報したんですけど、はい、治った瞬間にボタンを押そうと思って、あのミーティングボタンがある部屋に行ったんですよ、うん、そしたら高松さんの死体があって、はいはい、だから多分その右側に左側にいる人間がどう考えても怪しくて、はいはいはい、出会いさんとかが僕にするんだとめちゃくちゃ黒いんですよね。高松さんずっとミーティングルームいて、で多分川上もそれ見てて、そう。あ、分かった。俺先でもいいから、その25秒経つ前に絶対にボタンを押して、あ、俺ボタンないから先に死んでもいい、なんなら。だから絶対にすぐボタンを押して強兵とかを釣ってほしい。どう なんでもかんですか。これ飲める。まあまあローラーはいいんですけど、じゃあとりあえず出会いさん行きます。うん。強兵か釣る先とかを精査して釣ってほしい。いや、これどうなの、どうなんですか。ゴンが一人は確定。あ、はい、ゴンがインポスターなの、はい、うん、深いね、それセルフってこと。どうかな、そうですね、はい、セルフでやってます。いや、おかしいと思ったわ。だって、いや、僕もう一人はあれですよ、強兵さんに僕やられたんですけど。じゃあ次、強兵釣れるかが、これはやばくて、そう、深海時はだから死体フォックしかない。死体ホックじゃないんだ。くそ。うわー、負けた。うわー、これは無理だ。ローラーで起こせばええねん。もうまたなんですよ。また。また。強兵インポスターやりすぎだってこれ。僕のせいじゃないですよ。確かに。いや、強兵インポスターやりすぎだこれ。次強兵釣りから始まる。もう最初の疑われです。いや、だから今のはゴンが上手だったの。さては、例えば最初の乾さんのキルは川上さんと一緒に僕が部屋に入って部屋閉じて、川上さんが下でタスクやってる間に乾さん殺して、
あ、じゃあメサスなんか、それはメサスの殺し。あ、そうですね、僕。アイノイさんの最初のキルは左上のところで普通に殺してみたい。で、高松さんも自分でミーティングで殺してセルフリポートしてみたい。いや、マジで上手だった。ないよ。本当はもうしてない。最後ボタンは間に合わない感じだったんだ、みんな。通信障害を発生させて。あ、通信障害か。なるほど、なるほど。クールダウン稼いで。うま。通信障害だ、確かに。うま。天才。じゃあ、ちょっと次行きますか。はい。了解。では、ゲーム開始。クルー、まあ、またクルーと、またクルーやん、クルーもうずっとクルーじゃん。もうちょっと今回様子見ようぜ。みんなと同じ方向行こうぜ。ちょっと川上がいますね。川上が左にいる。川上が左にいる。菅井さんもいた。菅井さんもいた。川上、菅井。なんかこれさ、みんなのことをさ、変にさ、見すぎててもさ、怪しまれるってことがありえるわけじゃないですか。OK。おぉ、さすがにね、さすがに。支えたー。平和、これはまあいいでしょう。何もしてない。棒拾っただけだ、棒拾っただけ。いや、まあ、棒拾ってるだけ偉いから、やっぱ、そういうの。大事、大事。棒拾ったとずっと恭平さんの。ぶら下がりしてたし、一旦強制するっていうのもあるけどね、ここで確率が高いから。じゃあそうしますか、もうウィーウィー、絶対に来て会おう。さあさあさあ、マシュマロ焼いていきましょう。マシュマロ焼いていきますよ。はい、ちょっとさっき焼いてる途中のマシュマロどこ行っちゃったんだろうね。ね、あれはもう焦げて溶け落ちちゃったってことなんですかね。マシク社のタスクっていうのが何か気になった。なにこれ。あ、20分バックハーサー。はい、まずが見えています。はい、キッチンの中ですか。はい、何すんの。あー大変。手回し発電機ってわけね。手回し、おっと、おマシュマロを焼こう。焼きマシュマロ作ろう。おー、これはどうなの。川上恭平、川上恭平がいました。川上恭平、菅井さん。はい、これやったら元気よそうかな。押すぞ押すぞ押すぞ。あらららら、とうとう僕が緊急をしました。はい。僕は今ちなみに真ん中のマシュマロ焼きのとこにいます。え、菅井さんずっと？ずっとじゃないよ。最初ドロップシップだよ。ドロップシップ行って、はい、カフェテリアの下あたり行って今。まあまあでもずっと左上っちゃずっと左上。その辺に川上と恭平もいたと思っていて、そこでキルするの厳しそうだと思ってます。多分キルクール的に割とすぐやってからボタン押されたのかなと思ってて、うん、そうすると、僕桟橋で今釣りしてるんですけど、キッチンに乾くんがいて割と白そうかなと思っています。マシュマロ焼いてからキッチンに来て、まあその後ゲイシロの方に回りながらやっていこうと思ってました。桟橋で釣りしてるときキッチンって見えるんですか。僕キッチンの一番右側なんですけど、釣りする前にキッチン通るから、その時に乾くんを見て、その時、うん、その後桟橋行った、うん、すれ違ってて僕見え、あ、まあ、僕タスク中で見えてたんじゃない。あれ今名前登場してないの誰。僕と高松は宿舎で、タスクをしてますね。ほな恭平やないか。恭平さん、さっき直井さんからこれはないか。英語じゃないさっきカフェテリアで直井さんと一緒にいましたって話ありましたよ。すいませんでした、失礼しました。わかんねえけど、ゴンだけ浮いてたな今。完全にゴンが怪しそうだと思ってプレイしようかな。通信妨害、やばい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 、直し行こう。ちょっと僕は武蔵さんがいたのはちょっと見えてないんで、ちょっとわかんないんですけど、お前、ちょっと間違えた、こっちにした。ゴン
あ、ゴンはそっち行くわけね。大丈夫っぽいな、ゴン。あ？コムスディズ、あ、通信障害ってわけね。通信障害ちょっとお願い。お願いします、誰か。通信障害ってどうやって行くの？ここからか。ピピ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 ピ治ったかな、通信障害。オッケー。治ってないやん。ちょ、治ってないやん。望遠鏡見ちゃおう。これか。ビビ、よし、これだ。ビビチェック。ビビビビビ。あ、え、嘘、直せんてどういうこと。オフィスは稼働していない。オフィスってどこ。オフィスってここ。あ、ちゃうやん、ここじゃないよ。通信、おお、任せろ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 、俺に任せろ。俺に、うわー、どうや、やばいか、どうや、やばい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 、ね、ほんまにやばい。いや、ちょっと通信障害全然直んなかったからえ、これどういうこと。てか、なんでそんな直んなかったんですか。みんな上しか直そうとしてなかった。上に行きました、上に。あ、上行きました。上と下が直んないと多分直んないんだよね。そうですね、下って多分展望台、展望台だと思う。そのオフィスが稼働してないって見えて、僕ジップラインで降りて、でオフィスってどこやねん、宿舎かと思って宿舎行ったら違って、やばいやばいと言いながら下回りで展望台行こうとしたら治ったので、戻ってここのボタンを押してるんですよ。直した人が直後に殺されてるってこと。それで言うと、僕最終位置展望台なんですけど、最初研究室にいる時に発障害が発生して、ちょっと遠いからいいやって思ってそっちのタスクやってたんですよ。でもなんかこっちのタスク終わっちゃったから上行こうって思ったら、まだ終わってねえやんって思って展望台入ったらミーティング押された。直井と川上亮と上で直してたと思うんだよな。あ、そう、上で直してたと思うけどね。え、展望台直してた人いないってことじゃあ。だって下直してないことに気づかないってどういうことなんですか。いや、上にいたんだけど、上で直して、なんか直んねえなと思って、そしたら下も直さないといけないってことに気づいて、で、僕一人下に行ったのよ。え、鶴崎さんと菅井さんと、かかみさんが3人でいたんですか。直井、直井。で、鶴崎さん先に離脱して。そう。やばいな。でもさっきの議論的になんか菅井さんが怪しくなったけどな。ゴンか強制か、これじゃあ菅井さんか。いや、なんかすぐ押してつってほしい、あの、絶対すぐ押してつってほしい。分かんないね。ゴンはね、なんか大丈夫そうなんだよな。そう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 、これがあるのよ、ゴンは。強制はね、なんかね、いや、なんかおかしい。いや、まあ、それは、まあ、強兵だよな。嘘、通信室で殺しまくりやん。通信室下に多分4個ぐらいかな。そう、マジで意味わかんない。2ずつぐらいいったよ。その通信妨害してるから守護天使できないし、直しに行った人全員殺されるしてか、なんかそれで言うとゴンと強兵ずっとミーティングの周りうろちょろしてて、なんか僕がそこ行くと強兵だけ逃げてってたから、今思うと強兵は怪しかったんですけど、でこれ忘れてたのすいませんなんですけど、ゴンはめっちゃ白く見えてたんですよ。だから僕は、なるほどね。最後の6人盤面で強兵一切喋ってないまであった気がする。なんか喋ってないです。暗黙ずりはしないといけないじゃあ。いや、本当になんかもう目立ちすぎだから、ちょっともう目立たないようにずっと黙ってたんですけど。
で、これは次ラスト、真の最終決戦。わっ、よし、よっしゃ、初手強兵釣りかもしれないっていうあるよ、マジでマジでやっこれマジで全員ガチる、ガチる。よーい、スタート。さあ、これ本当の最終決戦だからマジで。クルー、最後までクルーでした。クルーです、最後までクルー。うお、インポスターだって難しいね。マジ難しいわ。ありえんほど中芋が好きっていう、なんか上に緑とオレンジがいってこっちに水色がいって、何これ、どうなん、神尾と長松、怖いね、怖いね。バーン、どういうことなの、どういうことなの、水やって、水やるふりしよう。武蔵さん怖い、武蔵さん怖い、武蔵さん怖い。さあどうだ、提出、はい、提出提出提出。初手緑とオレンジが上に行きました。あ、上には行った。はいはいはい。2人で。鈴崎さんはなんか保管庫で、あ、そうそう、保管庫で。ウォーターサーバーしてて、なんか閉じ込められたんですよ、一緒に。そうそうそう。キノコ壁で。強兵、直井、武蔵、かなり白いと思います、今回のキル。なんか割とずっと一緒にいたかな。そうですね。出てきてないのがゴンか。僕はあの左上の棒拾いやって、で、マシュマロ行って、でカフェティリアの方。え、それ俺とすれ違ってる？俺とか菅井さんと。いや、合ってないと思います。いや、俺はスプラッシュゾーンだからすれ違わないんじゃない？高松さんはその途中まで一緒スプラッシュゾーンに一緒に入ったんだけど、なんかすぐ引き返して出て行った気はしているから。タスクやらずにってことですか？タスクやってたかどうか怪しいぐらいすぐ出てってたように見えたけど。スプラッシュゾーンにあると思ったら、その下の壁の向こうのタスク。さすがにスキップに。まあまあまあ。まあ、あの初手は川上亮と上だということだけ。何の情報もなかったですね。桟橋行くか。菅高挙兵、菅高挙兵、菅高挙兵がいました。菅高挙兵がいて、うわー、2人いるから大丈夫。ゴミ箱めっちゃ苦手なんですけど。ほんで、なんか通信障害起こってる、もしかして。通信障害起こってるね。通信室行くか、ちょっと怖いけど。とやばい、通信妨害の高松恭平。あれ、今下に行ったのって黄色とゴンだった気がする。武蔵が直してんのね。 OKOKOK。 うわ、これめっちゃ時間かかるな、ゴンスが。いや、しかも通信妨害出てるし。上に行きまして、あ、怖い。うわ、見てね、やばい、二人とも見てないですね。下、通信妨害直したの、どなたですか？上、僕です。あ、僕です。はい、一人しか行ってないですか、両方？僕は終わる頃に着いたんだけど、通信室には菅井さんと高松さんがいて、それぞれ多分タスクをやっていた、うん、武蔵もいて、武蔵が上直してる。そうね。で、最後の方か分かんない、恭平くんもいたよね。はい、高松さんと僕が同じところの多分助かってたと思います。そうね、同じぐらいに上がってったね。恭平、高松、武蔵、乾を上で見てるから、僕から見ると、まあ、見てないのはゴン、鶴崎で、鶴崎は見てないの当然で、下で直してるから。
ただ僕はジップラインで上行ったら、なんか菅井さんで、菅井さんと高松さんだけ視認してミーティングルームに戻ろうって思ったら、菅井さんが追いかけてきて感じがしていて、菅井さんもミーティングを押そうとしてたのか分かんないけど、なんか追いかけられてんなとは思いました。稲、が見えてないその先に陽平とか武蔵とかいっぱいいたっていう。いやで、だからそこできるできないから僕追ってきたとかもあるのかなみたいな。ちょっと乾が俺に向けすぎな気がしていて、まあ乾がカフェテリアとかで乾さんが殺してる可能性あるんです。来んのがめっちゃ遅いからどっかで殺してっていう可能性はある。左側で殺してて菅井がついてって見つけられる前にカフェテリアでボタン、ボタンを押して死体消そうっていう魂胆はまあありえるかもしれない。一応これ7人なんでギリ釣らなくてもまだ耐えるんですけど、いや僕割とゴンちゃん怪しめに見てるんで、次なんか怪しいのあったら割とゴンちゃん釣りたいです。なんでちなみに僕なんですか。見てないから。所定の話からなんかちょっと微妙だったかなって思ってる。入れたの、ゴンに入れたの僕です。あ、はい。これって僕まだボタンあるよな。焼きマシュマロだけしてボタン押すか。下ゴン、右上がオレンジ、そこに犬がいる。なんか無駄に怪しいムーブをしてしまった感じがしますね。まあいいや、まあいいや、僕はタスクをやりますわ。でもこれ潔白を証明するために誰かのとこ行った方がいいんじゃねえかな。須貝さんね、ちょっとアピールしとこ、アピールしとこ。おお、さすがに。僕の主張は川上亮斗が、キルされたターンもなんかゴンがその辺をうろうろして いそうな雰囲気があるっていうことと、川上亮斗が上に行ったのにゴンが左上で一人っていうのが怪しいっていうのと、今のターンも見てないということは、どっかでやれるんじゃないかっていうことで、ゴンが怪しいと思ってる。ちなみに菅井さん、僕めっちゃ菅井さんになんか白アピールみたいなフリフリしてたんですけど、菅井さんについていって、でも殺さないよっていうアピールのつもりでした。まあ一旦受理はい、はい、なんかさっきのターン2キルしてたじゃないですか。はいはいはい。なんで割とそのつるんでたところは白目に見たくて、なんか浮いてた人が結構怪しいと思ってるんですよ。まあでも、そのなんか2キルできるみたいなところは結構悪くない。だってでも普通に考えたらなんかどっか別の、だからこれは別に僕が白いって話じゃないけど、別のとこでキルしていて、そっから意識をそらすために通信妨害を起こしてるとかじゃねって思うから、まあまあまあ、そっちの4人が怪しくない。これなんか、もんちゃんが死んでるってことは初動鶴崎さんともんちゃんが一緒にいたはずなんで、多分初動そこはできないんで、うん、割となんかゴンちゃん入れていい気がするんだよな。2キルなら、2キルなら犬井さんも。ああ、スキップしてないからこれゴン釣りになりました。スキップをしましょう、みんな。なんか、合ってそうな気はするけど、これやばいんかな。やばいとしたら誰か一人、もう一人ローラーでやばそうなやつ落とすか。でも俺ちょっともうボタンないな。ボタンないから、やばいと感じている人が、やばいと感じている人がボタンを押してほしい。高松、俺とお前で二人で直して、あ、こっちじゃない。長いね。誰がいるな、これは。オッケー。高松早い、さすがだ。あら、オッケー。おー、オッケー、オッケー。素晴らしい。合ってんじゃないですか、ここで普及してないの。合ってそう。確かにね、合ってそう。今の行動が分かんないところはあって、なんかちょうど2人で死んだってのは、なんか。ちょうど2人でっていうのは、だからインポスターが協力して、まあ、ゴンに入れて、だから それがたまたま通っちゃったみたいなのは。ああ、ちなみにゴンに入れたのは僕で、うん、もう一人は、はい、僕です。そこが二人がつるんでる場合致命的なんだけど。えで、それだったら僕今高松をキルすればメルトダウンが僕と高松なんだよね。うん、そうですね、倒したで、僕と高松以外来てないから。これもう6人番目になってるで、まあ今キルが発生してないっていうことだから、ゴンちゃんインポスター置きで進めた方がいいかなと思ってて、そうすると、武蔵須貝は最初からゴンちゃんキル押しだったので、割と白目に見えて、1キル目も2キル目も恭平君は多分できないと思うので、僕は恭平君は結構白目に見てます。それで言うと僕も高松さんと比較的一緒に殺すことが多かったので、武蔵さん、高松さん、
僕はできなそうやなっていうのは思います。7人の状態でちなみにそのメルトダウン直しに行くときに乾を追い抜いたというか乾が立ってるところをすれ違ったんだけど、あれはどういうタスクやってました普通に。あー了解、ごめんスキップ入れ損ねた今。まあこれも相当厳しくてうまく武蔵スキルがないといけず、いや相当厳しいこれ。鶴崎なんかなと思ってんだよな。ちなみに鶴崎がヒルして通信障害も直すみたいな。これで高松だったらガチでやばい。ほっ、高松だったらガチでやばい。逃げろ。なんか怖いなマジで、鶴崎さんがめっちゃ追いかけてくるの怖いし。踏むなよ。おいヒルするんだか。これ何をしようとしているかというとですね、うわやっぱり逃げ切れなかった。はい、ああ、はいはいはい。いや最初鶴崎さんと乾さんが一緒に移動して、そこのところであのスロープのところの扉が閉まったような気がしていて、うんうん、だから最初ついてた鶴崎さんが結構黒いんじゃないかなって思います。あ、研究室で、バイタルを見てました。で見た瞬間に乾が死にました。そのちょっと前に菅井さんと一緒にいて、僕と菅井さんは城を主張できると思っています。じゃあ鶴崎かなっていう感じですけどね。鶴崎さんでいい気がしますね。まあ、もう一キル起きて何かあったら、で鶴崎さんが白角じゃなかったら鶴崎さん鶴みたいなので、うん、もう全然いけそうな気はしますよね。いけそう、まあ、そうね。別に急ぐ盤面ではなさそうですね。これです。まあ、なんか終わりそうだけどな。どうしてもつらんではならない。かなり無理。まあ、一応スライダーについてるけど、はいはい、はい、オーケーオーケーオーケー、ナイスボタンです。オーケーオーケー。僕あとタスク1個です。研究室だけです。あ、ごめん、僕あと3つか2つ3つかな2つか。僕あと4つです。もう4つあります。頑張れ高松の時間。まあ、強兵もだな。強兵も頑張る。僕も、あと右の方に集中してます。だから、右下に行けば行く。増大して。開けて閉めて。これかな。はい。強兵が来て。武蔵も来て、あら、武蔵どこ行った？あ、いた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 。あ、高松。うわあ、閉まった。待って、俺ホラガイ持ってないな。はい、失礼しました。あ、これって、あ、これってヤマカリなんや。どうすんの？これどうすんの？何が正解？これ。あらららら。はい、僕と京平と鶴崎さんで、右下一緒にいて、そこから、左下の桟橋の方向に向かっていたところ、武蔵の死亡が鶴崎さんによってレポートされたんで、僕目線鶴崎さん黒です。まあそう、僕と高松と武蔵が長くいたんで、まあ高松になるだろうと。ミーティングルーム付近で菅井さんを見たような気がするので、菅井さんも厳しいんじゃないかな。僕は油を販売していました。鶴崎かなってなっちゃうけどな。ほぼ鶴崎なんだけど、タスク終わるまで待ってもいいかなっていうのは安全かなってちょっと思ってんだけど、どう思います？はい、いやでも1分あったまんじゃない。だからもう分かった、生きの残り3人になったら絶対に鶴崎釣ろうで、1分以内に押そう、はい、了解。おい、いやこれダメかな、みんなボタンがないっていう可能性があるのか。いやいや、俺が見つけてみせる。
なぜなら暇なので。さて、もうやることは、望遠鏡を見るふりをして、保管庫行って、これ行って、もうこれ仕方ないね、マジで。で、まぁ、一回、原子炉から。誰も来ないんだが、30秒ってな、絶対来るんだが、まだ？まだ、まだ、まだ？まだ？おお、びっくりした。ああ、焦ったね。名古屋行きますけど、終わるんかい。やっぱーやっぱり無理だって。被害者を殺してたらあったんじゃないですか。通報されるからダメ。強兵さんずっと上を押してるんで通報見えなくて。あ、見えないかけね。まあ、多分それしか言うとはもうなさそう、うん、やっぱ鶴崎釣れば釣った方が安全か、あれって。いや、まあそうそう、5人6人の状態でかなり厳しくても。本日は10人で満月したんですが、いや楽しかったですよ。はい、楽しかったですね。楽しかった。いやいや疲れ。疲れ。さあ、さらにチャンネル登録と高評価、ね、お待ちしております。40万人。本当にね、ありがとうございました。みんなでまた集まってゲームしたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。さよなら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 